イバックスマネージメント学園。今回の学園は5人組ダンス&ボーカルグループダイスのボーカル大野雄大部長率いる ABEX チビ部。今回部員全員が欠席してしまったため、どこでも駆けつけちゃう学園の駆けつけ女王宮脇しおんさん率いる駆けつけ隊が参加し、ぐぐずりに出航。もうやべえ。スタートから好調だった雄大さんですが、駆けつけ隊まさきくんが怒涛の追い上げを見せ、現在部長越えの3匹をゲット。部長の面目丸つぶれの雄大さん、果たして挽回できるのでしょうか。ナレーションは前回のロケで時間ギリギリにフグを釣って見せ場を作っちゃいました、釣り部部員 LOL のモカが担当させていただきます。釣り開始から2時間。釣れないですね。ピタリと当たりが止まってしまった雄大さん、するとおっしゃ、かかった。久しぶりに雄大さんの竿に当たりが。部長が来たぞ。これ下道最悪や。こいつがね、下道で一番厄介なやつで、食べてもまずいし、よく釣れるやつ。雄大さん、ついてないですね。運にも見放されてしまったのでしょうか。一方、現在トップの駆けつけ隊、まさきくんは今、ちゃんと合わせたね。なんと、4連続ヒット。面白いところに引っ掛けたね。ナイスナイスナイス。またまたゲットしちゃいました。4匹目です。勢いに乗るまさきくん、なんと雄大さんの記録をさらに超える4匹目をゲット。初めてのフグ釣りとは思えない結果、すごすぎます。4匹目。3、4ですかね。ちょっと待ってよ、逆にやばいじゃん俺が。雄大さんはここから追い上げることができるのでしょうか。一方、未だ坊主の3人は、あ、食われてた。嘘。食われてました。あ、じゃあ全部食べられちゃった。まだ食われてました。なんか嬉しいっす。嬉しい。悔しがって。あまりにも釣れないので餌を食べられることにも喜びを感じるようになってしまったあつきくん。そこでスタッフからある提案が。今日気合入れるために歌舞伎やります。あ、え、あ、気合入れるために歌舞伎やります。よっ。ちゃんと気合入れてね。はい。俺は応援してるから。はい。しかし、この歌舞伎顔の気合入れが奇跡を起こしてしまうんです。歌舞伎顔の気合入れから1分後、あ、来た。あ、起きた。なんと、あつきくんにヒットが。フグは釣れてるのでしょうか。ゆっくり。歌舞伎力。おー、すげー。やったー。おーしゃ、あつきくん、見事フグゲットです。男子は全員。あー、やったじゃん。これどうすんすか。やばいな。女子もないと。あ、どうぞ。決め顔して、歌舞伎。ここ、どうぞよ。生まれて初めて釣った魚にテンパりながらも、あつきくん、ミラクルヒットで1匹ゲットです。いやー、なんか、いいっすね。なんか釣りっていいですね。すげー。昔であの歌舞伎の、いや本当にストーリーですよ。いや、もうこのままの調子でも2匹目いきたいと思います。さらに未だ坊主の女子2人組は、あかりちゃん、どうやって気合い入れる。何ですか。ちょっと、そう、歌舞伎で気合い入れてくれたんだって。だからこっちは何で気合い入れようかって。歌舞伎やりますみたいな。
ということで。よえ、わかんないんですけど。おっと、こんな感じ。え、どんな感じ。ねえ、全く意味は分かりませんが、果たして歌舞伎顔のご利益はあるんでしょうか。気合い入れから1分後、うわ、何？今来た。分かったの？え、多分今のだ。すると、あかりちゃんにヒットが。名前来たよ。ちょっと待って。ゆっくりで大丈夫。ゆっくりで、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 安心して巻いていいよ。そう、ゆっくりゆっくり。来たー。おっしゃ、あげろ、あげろー。なんとあかりちゃん、歌舞伎パワーで符号をゲットしちゃいました。取ったぞー。歌舞伎の力がすごすぎて、私結構びっくりしてるんです。バカにできないですね。バカにできなかった。ありがとう、あつき。それにしても、歌舞伎パワー恐るべしです。ということで、現在駆けつけ縄文のしおんさん以外は全員フグをゲット。さらに駆けつけたいまさきくんに2匹差をつけられている雄大さん、ここから逆転はあるのでしょうか。釣り開始から3時間が経過。になっちゃいました。やばい。しおんちゃん頑張ってね。プレッシャーが、頑張ります。やばい、部長のプレッシャーがやばい。ただ一人坊主となってしまったしおんさん、駆けつけ女王の意地を見せられるのでしょうか。さらに雄大さんは意地があるからね。みんなで1年先にやってる。参加するメンバーに魚を釣る楽しさを味わってもらいたいものの、結果では負けたくない雄大さん、果敢にフグにアタックを仕掛けます。すると、おっしゃ、やっば、雄大さんにヒットが。はい、うおー、来た。さらに、おっしゃ、おっしゃ、またもやヒットです。やば。なんと入れ食い状態でまさきくんと並ぶ4匹目をゲット。入れ食いだね、今ね。すごい、やば。怒涛の勢いでラストスパートをかけてきた雄大さん、果たしてその結果は。この後結果発表です。はい、というわけで、今船宿さんの方に戻ってきたわけなんですが、はい、皆さん、超過の方はどうでしたか。超過超過っていうのは、あの、釣る結果の蚊って書き、超過。超過。2匹釣りました。すごい、初めてだったもんね、だから釣りがね。楽しかったです。信じられない結果ですよ、僕からしたら。もう何十回も来てますけど、何回か坊主もありましたし、ちょっと見ててムカつくなと思って。続いては、駆けつけ女王のしおんさん。果たして釣れたのか、それとも坊主なのか、どっち。はい、私はあれなんですか、サバフグ。サバフグ、はい、サバフグ含めの2です、2匹です。もうでも、サバフグ最初に釣った時はもう、あ、ひしおんちゃんやっといたと思って、うん、でもちゃんとあの、こうサバフグが餌に食らいついて、ちゃんと顎の下にちゃんと針かかってたから、もう正しい釣り方なんですよ。ね、だからもう絶対釣れるなって確信できたんで、僕あの何も怖くなかったです。お、見てて安心できる。こっちはハラハラしてましたけどね、いつ釣れんだろうみたいな。あれでビリケツになっちゃうとね。いや本当に。ちょうどこの船宿さんであのプライベートで来た時に、僕だけが唯一最後まで釣れなくて、あの最後釣れてないの大野君だけだよってプレッシャー船長からもらった時は、ちょっと本当に釣りにくいなとは思って。お、来た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 、ゆっくりゆっくりゆっくりよ。来た来た。しおんさん、本当釣れてよかったですね。よかった、よかったね。続いては駆けつけ隊のあつきくん。歌舞伎顔でミラクルヒット。一体何匹釣ったのでしょうか。僕は4匹。4匹、はい、釣れましたね。歌舞伎パワーで。本当釣れないですよ、それで。初めて釣りして4匹なんて。いや、多分2匹だと思いますね。それ歌舞伎だとどんな感じのニュアンスなのか、それ。歌舞伎的にやるとどんな感じの。4ですもんね、4だとこんな感じですから。
四ですよね。四だと。こんな感じです。よかった。どんな感じ？もう一回。どんな感じ？四だとやっぱりこんな感じですよね。続いては雄大さんとトップ争いをしていたまさきくん、その結果は、サバフグ含めて5匹。駆けつけ隊がすごい優秀じゃないですか。本当に ね本当に嫌だったの、嫌だったの俺端で釣ってて、それまさきあつきだったでしょ、でまさきもボンボン釣ってて、最初ずっと抜かされてて、なんかあ、コツ分かっちゃいましたとか言ってこっちは何十回しか分かんないラスト、怒涛の追い上げを見せていた雄大さん、一体何匹釣ったのでしょうか。僕今日8匹でした。最高記録ですこれ。ということで今回のフグ釣りは雄大さんが8匹でトップに、さらに全員フグをゲットし、その合計は21匹。いやー大量ですね。それではこの取れたてのフグをみんなで味わっちゃいましょう。まずは私も前回いただいた小菜フグのお刺身から。いただきます。いただきます。うまい。おいしい。めっちゃおいしい。めっちゃいいですね。うん、感動です。弾力が噛めば噛むほどね、甘いの。うまっ。さらに今回は繁殖の時期と重なって白子も大量ゲット。白子ポン酢でいただいちゃいます。はい、白子ポン酢です。ありがとうございます。すごい。身も美味しいけど、全部レベルが違うと思いますよ、これ。ちょっと違いますね。俺も食べたい。黙っちゃうってことなのか。いただきます。そんなことあり。あつきは最後だよ。あつきは最後だよ。最後だよ。いやいや、今この流れを。あつきくん、次回はちゃんと歌舞伎食レポお願いしますね。とここで駆けつけ女王しおんさんと駆けつけ隊とはお別れ。そして今回欠席した向山さんが本当にサボりではないのか確認するため、釣れたフグを持って都内のスタジオへ。次回の釣り部はやっべ、トリディーモさんの撮影現場に潜入。メンバー全員が釣り部に登場しちゃいます。沢木さん、号泣してますけど平気ですか？次回の釣り部もお楽しみに。